このインク。ね、私も初めて入荷したので。秋取りって感じですね。あ、本当ですね。秋色が。ちょうどアップするのが9月ぐらいになるかな。本当に結構シャシャシャって書くんですね。だって普段こんな風に書かないことない。書かないですよね。こんなんで書いたら日に暮れちゃいますよ。練習ではいいのかもしれないですけど、でも結構ちゃんとすぐ乾くんですね。そうですね。あのこれぐらいいいだそうだな。服しながらずっと待ってなきゃいけないのかと思ったら、それこそ物によります、ね。ちょっとこういう風にこうトントンしてあげると、あ、でもつかないですよ。つかないです。ここの一番濃く出した方がつかないですもん。インクによりけりで、多分これは早かったんじゃないかなと。書きやす。なんかあのひたすらのの字とかを書き続けるんですよね。あの練習で、あピン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 って、なんかこうやつですか？はいはいはい。あんまりやらないです。あ、私が習ってるとこはこの横線と縦線と斜め線と、あ、綺麗。この点ぐらいですか？あ、点が綺麗。綺麗。点が綺麗に出せる。これって本当に難しくって、なんかボールペンとかだとこうしても結局。うんうん、万年筆ってここにインク溜まるじゃないですか、はいはい、ちゃんとこういうフォルムが表しやすいですね、はいはい、ボールペンだとなかなか本当にスッスッってやらないと出ないんですけど、うんうんうん、万年筆だとちょっとゆっくりめにこうやって書いてもそれだけで出ますもん、うん、強弱がつきやすいんで、意外となんかあれですね、字に精通してないっていうか、あの初心者の人は万年筆使ってもいいのかもしれないですね、逆に。そうですね、うんうん、そうかも。なんか万年筆はもっと大人になってからと思って意外となんかこういうの一本持ってたら字が綺麗に見えるのかも。そう、私下手なんでっていう人こそ、うん、そうそうそう、持っていただきたい、うんうん、本当ですね。みんながハマる理由わかるわ。気持ちいいですよね。気持ちいい。さっささっさ書いても濃淡が出るから字が綺麗に見えますね。そう、あの力を相手抜こうってしなくても、うん、そうそうそう、勝手に抜けるので、勝手に抜ける。こっち側も書いてもらってもいいですか？あ、どうぞどうぞ、ご自由にどうぞ。全然違う。力入れる。本当ですね。面白いですね。これだってすごいインクが出るとこはもう黒に力入れたりして、ね、うんうん、黒っぽい。多分あのブロードだからより一層あれですね。はい、あの EF とか言って極細だとここまではできないので。そうですね。でも字に練習するときって大体これぐらいの大きさで書くじゃないですか。あ、確かに。あんまりちっちゃい字で書かなくて、これぐらいの本当のマス目に、あ、方眼で方眼で書くんで、これだったらあの教える側もここで力抜くんだよとかが分かりやすいですね。あ、確かに。うん、ボールペンより教えやすい。教えやすいかもですね。これまたメーカーによって、うんうん、あの書き心地が全然違うので、だから何本も欲しくなるんだ。そうなんです。探すんだ、はい、自分の好きなの、はい、しかもインクをいちいち洗うの嫌だから、うんうんうん、その持ってる色ごとに欲しくなってくるので、うん、果てしない果てしない果てしない、だから沼ってる。沼ですね。これ沼だわ。沼だわ。楽しい。よかった。ほら、この元がなんかもういいですね。いいですね。全然色違いますもんね。元筆、筆みたいな、筆みたいになりますね、うん、これはいいぞなんかあの美文字とかが普通にボールペンで書くよりも表しやすい、うん、美しく見えますね。美しいですけどね。いやいやいや、なんかでも普通の子が書く字とかでもなんか味が出るじゃないですか。そうなんですよ。濃淡がね、濃淡が出せる。普通に書いても濃淡が出るから、はい、可愛い字も書けるし。そうなんです。ちょっと大人っぽい字も書けるし、あー楽しい。とかいい万年筆って違いますね、やっぱり。そうなんです、うん、そう、書くのを否定するわけではないんですけど、あのやっぱりその
鉄の厚みとかも全然違うので、全然軽いのに太い線が出せるし、力抜けもめっちゃ細いって線出るし、あとちょっとこの角度、持つ角度変えると一緒になったりとか、そうですよね、ちょっと出にくくはなるんですけど、でもこれが好きな人もいますね、これ絶対、ちょっとカリカリした感じで、はい、自分の書きぶりによって、自分だけのこの先になりますよね、削れてきて、そのペン先に丸いイリジウムっていう、裏側を見てここってなってついてるんですけど、これが削れてくるので、自分専用の書きお持ちになってくるっていう、あんまり人に貸さない方がいいって言いますもんね。そうです ね、そう、私が使ってるやつを友達に貸してもなんか出てこないことがあって、筆とかでもそうやって言いますもん、自分の筆ペンとかでも角度とかであんまり人に貸さない方がいいとか。へー、筆も削れてくんですかね。なんですかね、きっとあるんですかね、そういうの、癖とかが、綺麗、これよかった、このなんか大人な色だね、茶色の軸から茶色が出てくるっていうのがなんかいいですね。そう、ちょっとおつかなみたいな、おつじゃないなんか10代の子が持つっていうか大人の人が持つ感じですね。大人なんか葉巻みたいな感じです、そうですそんな感じします。確かに、でもすごい似合ってる、今日の時計もなんか茶色です。茶色ですね、茶色になります。カラヒロみたいな、この緑っぽいとこが好きだったんですよ、写真見て。あ、こういうなんか黄色とか赤茶のところにちょっと差し色が入ってる感が、カマムシっぽい感じで、これめっちゃおしゃれじゃないですか。このシリーズ欲しくなりますね。揃えたくなります。ペン先の太さ変えて、そう、今日ね、他のも持ってきたんです。へえ、実は締め心地がいいですね、この、そのマグネットで、はい、パチンっていう高級感が。これってレジンでできてるってことは、はい、このシリーズでも柄の出方が違うってことですよね。その通り、今言おうと思ったんですけど売ってくれてるんですか。売りたい、これこれ、これ有名な絵なんですけど、見たことある、はい、かっこいいね、これも。これはもうちょっと細い F っていうファイン、細字なんですけど、ちょっと細い、こっちも入れてみますか。もったいなくないですか。あ、いや、試し書きはいつもしてるので大丈夫です。こっち青にします。こういう青が、青から青、またいいですね、はい。で、万年筆は、基本ブルーブラックが、その会社でブルーブラックを試すと、一番いい出方だった。分かった。で、そのブルーってよく海外の万年筆じゃないや、ボールペンとか買うとブルーが入ってることが多いんですけど、ブルーの粒子が一番出やすいっていうのがあって、普通に買ってもそういう多いですよね、万年筆以降。そうですね、だから手紙でブルーの手紙が来たりすると、あ、これ万年筆だなみたいな感じで、楽しい万年筆、かわいいし、ね、ちょっとこれ濃い、ブルーブラックっていうと結構本当に紺が多いんですけど、ビスコンティはブルーブラックじゃなくてブルーで、青い、出るかな、あ、出た、あ、綺麗、ちょっと細い、あ、綺麗、綺麗だ、うわ、書きやす2回いっちゃった2回いっちゃった2回いっちゃった。あ、目ぐらいの太さもいいな。あ、でも今日も似合ってます。お星好き用はちょっと黄色が、ね、ちょっと入ったりとか、それおしゃれですね、なんか白いラメっぽい感じが、パールっぽいな。そうですね、パール感が本当に見えるっぽい、そ
そう、ネイル、うん、綺麗、渋いネイル、渋いネイルみたい。